はい、どうも。スプラトゥーンのオフをクリア目指してやっていきます。とりあえずね。ただ、8月3日まで光回線が入らないので、これをさっさとクリアしちゃうと、今度はなんだ？アミーボミッションかな？やることになるかな？どこだ、これ。和骨です、所長さん。今日は早いですね。本当はもっと早い予定だったんですけ和ど、骨です。もっと早く予約枠を取ろうと思ったの、今日はね。だけど、なんだろう、意外と疲れてんなぁと思って。寝てた。二連児さん、パンダの鍋敷さんいらっしゃい。所長さんは骨。静子さんいらっしゃい。ん？うん。今日めっちゃ暑いですね。今日まずいなぁ。今日メガネ取ってきたわ。注文してた。はい。あ、そっか、タップすればいいんだ。かゆい。はい。と？やってない。あ、やべ。和骨です。ははは、ダメだった。間に合わなかった。SKT さんいらっしゃい。今日クリアできっかな。2枠やったら飯食って、またやろっかな。タコ動作。もうちょっとでクリアじゃない？マジで？タコ動作ってどれだっけ？これかな。どのぐらいまで進んでるんです？連射が最大までぐらいは進んでる。あ、これレーザーが出てるときは見つかってるってことか。鍵取ってないぞ。あれ？あった。セイ。はい。行こう。あ、なんか上にあった。いや、これからか。あ、乗れるんだ。落ちるかな、これ。この距離落ちる？いける。よし。ああ、死んでない。おい。いやー、おー、落ちたよー。落ちたらどうすればいいんだろう。おうおうおう。そこか。はい。ここ割とギリじゃん、要求されるからちょっと面倒。はあ。実際ギリなんだ。ジャンプで行ける場所もね。どういう場所なんだ、これ。結局室内なんだ。なんかあった。ドア。ああ、鍵ね。パッと見てたらそのうちわかる。へえ、なんでだろう。パッとになんか出んの？あ、うん？来てない。ない。見られてる。あ。あ、バレた。まあ、バレたらこっち行けるか。あ。いくら、おお、早い。早い。あ、あった。あいつに乗ってる。上。いつも行くんだよ。
あった。あ、違うわ。あれ、あいつの上になんか乗ってた。ベースボム使うとまっすぐ道が引けて楽。あ、そうだ。そして、やばい。どうしようもないの、これ。スプラハザの先生き残れそうですか？どういうことだ。生き残る。あー、このゲームがってこと？大丈夫じゃない？あとなんか大型アップデートが8月だって聞いたから。あれ、鍵持ってんの俺。死んだ？チェイスボムね。カニトマトクリームパスタうめー、わらわら。うまそう。なんで？あ、早いのか、相手の方が。ゴムトさんいらっしゃい。黒ノラさんいらっしゃい。あ、そっか、横を避けられたんだな、これ。誰かのさ、上になんか乗ってた気がする。お腹すいちゃったなフレンドでゴールデンチーム組めるようになるから楽しみね。なるほど。あー、いいね。やっとだね。あ、落ちる。あはは、上乗った。あれ、風船割ってね。あと、あの上、上はこれからか。ランダムじゃなくなるわけで。そうね。なんかある。ワゴ？こっち来んな。よし。お、いっぱいイクラが来た。イクラ来た。消されちゃう。社員さんいらっしゃい。勉強どう？試験はどうだった今日は。お。今日テストだったんだっけ？うん。9割でした。9、あ、いいじゃない。来てる。なんかあいつの上に乗ってんだよな。なんで戻ってくんの？なんで戻ってくんの？これ無理じゃねえかよ。おーい、マジかよ。坊さんいらっしゃい。こうなるんだ。めんどくせえ。だってどうしようもないじゃんか。どうすんだよ。とりあえず一安心、わら。うん、そうだな。痛い、あ、いた。倒した？パッドを見てタコドーバーの動きをよく見る。うん、パッド見れねえんだよね。パッド縛りなんだよね、今。非常にパッド、マイク、俺だから見えないんだよ、直接は。めっちゃのずみ、の、横に、首45度が傾けて見るから。よっ。かなり縛ってる。おー、遠いな。どんどん行っちゃうのか。おーい。遠いわ。こんにちは。はい、こんにちは。おお、危ね。ああ、向こうにもジャンプあるし、こっちにもジャンプ、あ、こっちのジャンプ、こっちのジャンプ。やばいやばい。おいー。ある。ギリじゃん。ギリじゃん。こんなもんか。よし。めんどくさいな、ここ。こっちじゃない。飛んでった。なんでバレてんだよ。ちょっと待て。よし、頼むぞ。あ、来てる。オフラインはどれぐらいボリュームあるのですかね。オフライン6時間とか、10時間とか4時間とかいろいろ言われてるね。あ、ダメだ。こっちじゃないよね。ちょっとむずい。5時間6時間って聞いた。まだ10分だけど、そんなに多くないからやっぱりほぼオンライン専用ゲーム。そうね。あーやられた。生きた。あーもう。
消された。あ、俺もオフライン目当てじゃねえじゃん。これどこだったっけ。あ、こっちか。で、こっちには戻れないようになってるっぽい。ダメだ。あ、ない。痛い。あ、壊せんだ、自分で。あ、ダメだったか。さっき越してやろうと思った。さあ、こいつがうまくいってくれるか。あ、来てる。さらに来てるよ。ちょっと。マジかよ。あ、痛い。チェイスボムを追いかけるのはバトルでも使えるぜ。なるほどね。あー、やばい。これは手間取ったな。あー、足りねえ。足りねえ。せい。戻った。風船は ?OK。通行止めつらいですな。めんどくさいなぁ。こういうのが一番嫌いだなぁ。あれにもあったんで、ワンダートレックにもさ。はい。ああいうギリギリ。ここ、はい、いらっしゃい。来るかな。来ねえのか、やつ。あ。なんかムズス思い出します。うそん。ワンダートレックとこのゲーム比べる人は所長みたいだろうな。まあな。やばい。ここか。ワンダートレックもなんか周りが溶岩でさ、なんか変な機械が襲ってくる面があった。ここクリアすれば中級者ぐらいとは互角に戦えるよ。うん。とりあえず俺なんか武器とかが欲しい。おーおー、鍵だ。早かった。落ちる。ああ、おお、おあった。なんか箱じゃねえ、服か。次はランク上げていくとどんどん買える。うん。ランク上げていくとどんどん買えるね。あぶね。あ、ここか。ギリちゃん要求が。手に入らない武器あるからね。うん。一応そういうのがあると聞いたのと、アミーボミッションがこれクリアしないとできないのよ。クリアすると、なんか爆発した衝撃が来たで、今。入ったー。ですね。そう。あ、あれ?どうやって飛んだよ。この武器じゃ無理ってことか。ダメだ。ああ。この攻撃。ああマジか。それだ。それっぽいわ。届くかね。ボムの方が届くんだな。結構かかった。次は、これはクリアしてるのか。これはしてるのか。これはしてない。まだこれ絶対この、もう一個ぐらいありそうだな、ミッション。まあ、見つかってないやつ。はぁ、なんかうちの近所の本屋が潰れるらしくて。それがないともう、一個もないのよ、本屋が。唯一の本屋がちょっとでかくてね。なくなっちゃうよね。やっぱダメだ、うおぉ。本屋はダメだな、もう。本屋もうダメだ。近所の店潰れるときって悲しい。本屋が。何ができんだろうなっていうのはあるね。期待という意味では。ちょっと期待というか。タコヤンに相談だ。本屋ももう本屋ももうダメだな。やっぱこう専門店っていうか、ね、それだけしか売ってないっていうのは、強みでもあり、弱みでもあるよな。やっぱ専門店だったら、今はもっとやっぱネットじゃ、こと足りないとこをカバーできるようなさ、昔バイトしてたものじゃないと。縮小した時は悲しかったですね。ああ、本屋が縮小。おお、ドゥア。
しぶとい本屋はそこらの学校と教科書販売契約結んでたりするんだ。なるほど、ただのあれじゃねえんだ。潰れた本屋は喫茶店になりましたよ。はあ、なるほど、そういう感じなんだね、喫茶店と。これなんだなんだなんだ、あ、大丈夫。おお、まだいるな、こっちか。なんでバースか、水たまりじゃないとこをイカが進むとバレるんだ。イカ丸見えだもんな。ここか。うわ、これ以上いけねえよ。おーおーおーおお、なんか出た。あはー、出たけど、いけない。痛いよ。強いっていうか、やっぱねえ、他とは違うもんな、やっぱ。ずるいというか。おうおう、あ、わかったわかった。おお、もう塗り替えられるタイミングは竜巻ぐらいしかない。このさ、ウィーリモコンの振動がうるせえんだよ。あー、落ちる。はい、やべ、落ちた。なんか昔の携帯みたいな音すんだよ。うーって言ってるから。アタック。あ、ワクワク、ワクワク。全く客がいなさそうな酒屋とかもそこら一帯の飲み屋の仕入れを抑えてたりする。ほう、あー、なるほどね。なったように本屋も売る以外の付加価値がないとね。そうね、言いますよね。だから俺ゲーム屋の時にもよく言うけど、頑張って、ありがとう。おっとだ、それか、お前。あー、なんかここら辺いっぱいある。鍵は やっぱりさ、あれよ、ちょっとおかしいやつがいなきゃダメだ、店に。このレベルのことわかるのかみたいなやつが、こんなとこにこんなやつがいたんだなっていうレベルの店員がいたりとか。ああああああ、バカ。鎧を頑張って、さっきのこと一人行こう。ああ、危なっ、壊れちゃったよ。あれ、どこにあったっけ、鎧。取ってない鎧が一個あって。ここは危ない。ここは危険だ。あった。あ、上になんかある。鍵だ。あったよー。竜巻どこ？おおほー。近所の酒屋のバカボンのパパみたいなおっさんが異常にワイン食わしって草生えた。へえ、何が生えた？タバコ屋がある数キロ以内に自販機やコンビニは逃げられる。わら。よいしょ。タバコ屋がある数キロ、自販機やコンビニは逃げられる。逃げられる？どういうこと？タバコ屋がある数キロ。タバコ屋か。タバコ専門か。竜巻くんのか、まだダメか。おお、どれがボスか。あ、全然ボスじゃなかった。はは、インクがない。全然これ濡れる気がしない。竜巻きた。あ、インクね。あー、ダメだ。これきつい。リロードが遅い、このゲーム。おおおおお、仕入れの大元がタバコ屋さんになるのよ。あ、へえ、なるほど。ってことはもうそこのタバコ屋は安泰なんだね。そうなりゃ。こいつインクがないけどすげえ黄色い。よっしゃー。え、よし、タバコは事業者契約しないと下ろしてもらえないからの。なるほど、タバコ屋をされて守ってるわけね。酒置けないとかそういうのもあるもんな。酒屋もそうなのかな？違うか。あれ？いいや。UFO 実在、あ、猫。猫の頭見えてるけど。なるほどな。ほほ。強いね。だったら周りに、タバコ屋って結構安泰なんだね。
姉貴のとクラスメイトの家がタバコ屋でさ、まあ、近所にあるんだけど。新宿東京のタバコ屋さんは昼寝してるだけで1ヶ月で1億。怖いわ。そういうことだよね。すごいね。だからうちの近所だとその人姉貴のクラスメイトの人はまだタバコやってるからやっぱ。この店大丈夫かってとこも意外と。うん。周りにそコンビニがあった。約束してるからね。JT と契約。老舗か。老舗。あインクない。このマップ知ってる。放送で見ようだろう。どこ。おう。よい強い。使わないよね。なんか音がするよ。音がするよ。お。いない。先輩校舎の頃からかしら。先輩校舎 JT。JT の昔の名前か。これ違った。なんか出た。あ、鎧か。なんか向こう濡れてる。来ないの。あー、ボム違った。若干違う。来た来た。どこ。あれ。あー来た。なんかチュンチュンって。あー、もうショットって時間でなくなるのかよ。回数じゃなかった。なんだお前、やられた。鎧取れたー。潰し合いがないからな。そうか、まあね、それが作れ、あんまり近くには作れないのか、音が。1ヶ月寝てて1億ってすげえなー。勝ち組だったな、あそこ。ギャー。先輩校舎時代はタバコに加えて塩の販売まで握ってたから、鬼畜レベルの器用よ。へぇー、塩とタバコのってあるもんね、なんかね。あれ、こんなんあったっけ。今は塩は違うんだ、さすがに。何キロ以内はダメってルールあるよ。ああ、あるよね。はい。あ、全然行くね。マップ来たー。マップじゃねえ、メモ。来ねえかな。何もない。福島市ゲリラ豪雨でバイク大変でした。マジかよ、カミルヌ先生。マジか。あら、こっち大丈夫よ、全然。東京、練馬区、中野区、近辺、新宿だけ降ってたりしてる。しゃいよ。おい、なんで。なんだよ、手応えあった。このなんかさ、手応えのある音いいよな、なんか。スパスパスパス。バスバスバスっていう。聞いてる感ある。あ、登れんだ、こんなとこ。行こう。いい音。やっぱ音いいな。いいゲームは音もいいな。ああ。いてえ。そうよ。そうよ。なんでお前湧くのこんな早いの。湧くの早い、湧く。早い、早い。湧くの早い。いい。何してんのお前。マジで。一瞬で湧くんだけど。実は97年まで塩先輩契約続いてたから。はあ。そんな最近までかよ。あれ？電池ナマズいた。けどさ、なんか他に取れるもんね。イクラが意外とないんだよね。あ、ない。どういうこと？塩？先輩ついてた。それ塩も、あ、鎧もなんもなかった。塩、なんで？どういうこと？塩と JT は何が関係あった？ドクロ。とか人間が、あ？ Wii U なんだけど。1万2000年前の地層から発見されたない。あー、そう、これ超未来の話なんだ、これって。とんでもねえ話になってきたな。はい、これで終わりじゃなかろう。
ジトが専売公社からタバコと塩の権利引き継いでたのがタバコだけになっちゃった。ああ、じゃあちょっと規模、予定が違うんだなと。本当はもっといろんなものを持ってたのね。利権というか。それ、塩を取られちゃった。塩ってどういうことなんだろう。塩を持つってどういうことなんだろう。どれぐらいのことなんだろう。何にも影響する。塩ってそんなにざっくり計算できる？ざっくりってことはないけど。そっか、これ乗ってる土台も弱点なのか。タコをしっかり狙う必要はなかった。あれ？ちょっと待って。ああ、よかった。なんかありそうだったけど。え？シオナイトポカリの面？ははは。ああ。いや、そう、どういう基準？工場でガーッと仕入れるときとかに、やっぱり。そっか、そういうことか。まあ、単純にそういうことか。ああ、嘘でしょ。ダルメシアみたいになってたわ。塩の販売は絶対ジト通してマージン抜かれてた。そういうことね。すごいね。今塩はどうなったの？もう塩はいい加減やめようってことになってやめちゃったの。誰も持ってないの。乾物屋さんとかで、うぃぃ。こいつ無理じゃねえかよ。どうすればいいんだよ。投げるか。相手の方が性能いいんだもんな。使えってこと？缶詰を。缶詰？博多の塩の人の塩？わら。ああ。今誰でも自由に売れますね。誰も自由に、ああ、そう。おいインクなくなったし。死んだ？あ、死んだ。ここに来てミスが目立つな。めんどくさいなぁ。あと2個か。あと1個じゃ探せばもうボスじゃん。ラスボスじゃないにしろ。ジトから原料買って博多の塩が生産だったはず。はぁ、あ、はぁ、あ。なるほど。すげえなぁ、マジで。超強いな。失いたくなかったな、確かにそれなら。痛い。ものすごいね。何の話？その当時の話？なんで地元の塩使うのにもお前らに金を払わなきゃいけないんだみたいな。へぇ、塩とタバコの博物館だっけ？どういうつながりがあるか。あ、ちょいちょい。ちょっと。ひどいよー。次役です。あれ、原料海外産ですよ。わら。ああ、博多で一旦袋詰めしましたってこと？マジか。この辺なんかないのこれ。ありそうだな。ああ。違う違う、天然塩にこだわったんだよ、博多の塩は。おう。それが大変だったの。オツです。はい、お疲れ、次よく。お疲れ、次よく。はい、たー。ここは慎重に行こう。オツです。次枠もお暇だったら、寄ってください。よろしく。スーパーショットでうまく使おう。あーええー、ここで使えってだけ届か、届いた。おーおおおやべえ、これ、わかった。ちょっともっと全部やんなきゃいけなかったのか。こいつらとかも。